それでは職人タイプ、うん、理想派理想型の方の、はい、細分化テスト、うん、職人タイプの方に対して、うん、1、片思いをした時、うん、A 少しでも彼の役に立ちたい、うん、B 遠くからでも見守っていたい、 C どちらとも言えない、うん、2相手に欠点がある、うん、A 私が補ってあげたい、うん、B 相手自身の問題には干渉したくない、うん、C どちらとも言えない、うん、3番目自分が落ち込んでいる時には A さりげなく励ましてほしい、うん、B 気にせず放っておいてほしい、うん、C どちらとも言えない、うん、4問目デートは相手のお気に入りの場所に誘ってほしい、うん、B 自分のお気に入りの場所を教えたい、うんうん、C どちらとも言えない、うん、5問目本当に好きになれるのは、うん、A 自分の世界を持っている人、うん、B 自分だけの世界を理解してくれる人、うん、C どちらとも言えない、うん、いかがでしたでしょうか、うん、A は1点、はい、B はマイナス1点、うん、C は0点です、うん、で職人タイプの中のマイナス5点からマイナス2点の人、うん、学者寄りのとこですね、はい、恋愛修行僧と書かれています、うん、職人タイプの中でも特に内向性が強く学者寄りのあなたは恋愛修行僧という種族ですと孤立を恐れない職人タイプと孤立が平気な学者タイプの特徴を兼ね備え頑固一徹人間嫌いになってしまいますとしかしそんなあなただからこそ何事も一人黙々と道を極め一つのことを一生大切に追求していこうとしますといつも何かを犠牲にしてその分まで己のすべてを捧げて奉仕してしまうタイプですと不言実行型で途中で挫折すると自分を激しく責めてしまいます自分と同じ厳しさを人にも求め怖い人と思われてしまうことも多いようですと言われていますでは合計が1点からマイナス1点の人は恋愛スペシャリストとされていて職人の中でも職人ど真ん中のあなたは恋愛スペシャリストという種族ですと理想というほど大げさなものでなくても自分らしいやり方を通すためにはたとえつまはじきにされてもそれが勲章となり、まあ、それが勲章という生き方を選んでしまう他の人の目を気にして他の人と足並みを揃えることは自分自身に恥ずべき行為と捉えます、うん、後輩や部下の面倒見もよく彼らのために上層部とぶつかることは日常茶飯事そのため上からは、にらまれてしまいます、うん、反面自分の好きなことを大切にし分かってくれそうな人は放っておけませんその人を喜びそうな作品を探して熱心に進めたりもしますと、うん、ちなみにこのアニメキャラが有名で、うん、メゾン一国の音無京子さんが、うんこの理想型、うん、職人のまん真ん中、うん、恋愛スペシャリストだと言われていて、うんはい、あ音無京子さん僕あの、うん、メゾン一国、はい、ベスト漫画なんですけど、うん、そんな感じがします、はい、あの高校生の高校卒業して結婚するんですけど、うんうん、相手が先生なんですね、うん、なんで周りからは結構キーな目で見られるんですけど、うん、何とも思ってない、うんはい、では職人タイプの中の2点から5点の人は王様寄りのところに位置していて恋愛ミーハーミーハーと書かれています恋愛ミーハー職人タイプの中でも
外交的で王様寄りのあなたは、うん、恋愛ミーハーという種族ですと。道を極めるといった表現がぴったりの職人タイプの中でも、うん、実在の孤高のヒーローに憧れるのがこの種族の特徴ですと、うん、ミュージシャンやクリエイターなど同性でもその才能や生き方に強く憧れを感じます、うん、その良さを皆に知らせるために作品を買ったりイベントに参加したり、うん、他に不安になってくれそうな友達を誘ったりと布教活動もいといません、うん、王様タイプの傾向を併せ持つこの種族の人たちは気難しやが多い職人タイプの中では、うん、例外的に友人も多く付き合いを大切にします、うん、なんて書かれていて、はい、ざっと特徴を紹介させていただきましたが、はい、皆さんピンときましたでしょうか。